ラテがある。はい。でもその今回も割とディラン・グレイにとってはやり方としてはすごく、これが通常パターンなのかもしれないですけど、何曲か作っては何曲か取り、プリプロダクションとレコーディングを何回かに分けて繰り返していくっていうプロセスでしたよね、うん、その中でアルバムのこの像というか作品全体の像っていうのはだんだん見えてきたっていう感じなんですか、それとも最初に理想形があってそれに近づけていくって感じだったんですか。いや、だんだんっすね、うんうん、最初はまあ、できた作ってきた曲の中から引っかかりそうなものをやっぱりやってた感じだったんで、うん、コンセプトは特になくて、うん、まあ作ってる時に、まあ、もっと暗くとか重くみたいなキーワードはありましたけど、曲の行きたい方向を探す旅とか、もっと曲をぶち壊すっていうかね、もう綺麗に仕上げることは何もでもできるし、激しい曲だと激しいこともできるけど、それだけじゃ俺らじゃないから、それプラスもっと世界をこうねじ曲げてねじ曲げて、自分らでも聞いたことないものを作らないあかんっていう意識で、うん、そういう意識がずっとあって、うんうんうん、一つあったのは、はい、聞いたことのないもの、うんうん、っていうのがまずやっぱ一つあったかな、うん、単純にこう今までやったことのないというか触ったことのないことをやりたいみたいな、うん、まあいつものことなんですけど、みんなが向いてる方向がより近かったのかなっていうのも思いますね、うん、この今回のアルバムでその今までのそのいろんなディラン・グレイの形ができてきたと思うんですけど、うん、それがこう一つに固まる感じがしたんで、うん、これぞ、うんまあ、ディラン・グレイっていうアルバムができるんじゃないかなっていうのがあったんで、うん、インコンビニエントはいはい、IDR ですね、はい、できた時、それはもう最初のプリプロ段階であった曲なんですけど、はい、それができた時になんかすごくこう自分らがこうやりたいと思ってるような雰囲気と、はい、今のうちらが持ってるものっていうのがすごくこう噛み合いそうな曲やってすごい思ったんですよね、うんうんうん、で一応見てる方向は、はい、間違ってないやろうなっていうのを自分自身にこう確認できた曲で、でその次はやっぱ微入手ができて、なんかこうアルバムのなんて書くとかではないんですけど、なんかこう醍醐味みたいなのが一つできたかなっていうので、なんかこうあとはちょっとこう、遊ぶって言い方も変ですけど、ちょっとなんか違う方向に少し向いても、うん、大丈夫なんじゃないかなっていうのがそれでできて、
で最後は我闇戸手ができた時に、まあなんかこうやっとこう世界がこう見えてきたかな、見えたかなというか。8小節前から出します。なんか普通そのすごくベーシックな段階でドラム取っちゃって、後でどうこういう曲になるとは思わなかったとか、はい、思いがけない形に曲がなってびっくりしたとかって話よく聞きますけど、はい、今回はもうそれともまた違うわけですよね。そうですね、うん、ちゃんともうエンジニアさんと一からの音作りから立ち会ってやるっていう風に今回からしてたので、うん、そんな感じです、うん、一番そのそれは単純に自分の好きな音色にするとかそういうこととも違う意味でのこだわり方だったんでしょうか。いや結構自分の、まあ、撮ってる時から理想の出来上がりがあって、うん、それに近づけるために、うんうん、こう最初から立ち会おうかなという思ってたんです。ローカット結構入れちゃったから余計ペラッとしてる感じになってて深みがなくなっちゃってたから、でこれはだからそれをアントニオとシンヤ君と決めたサウンドに戻したやつなんだろう。例えばどういうイメージ持ったかっていう、伸びたい伸びたい感じ。そうか、特にスネアってことだよね。けどタムっていうよりもこういうとことかあんまりタムにローグリバブかかってもただぼやけるだけだもんね。それでまあこのインタビューの映像を見てる人の大半は多分アルバムを何回か聴いて
それでどんなこと喋ってるんだろうとかと思って見てると思うんですけど、今そのまあ仮にその見てる人がアルバムを 2,3 回聴いてるとします。どんな感触を味わってると予想しますか？いや最高だったらいいなって感じですけどね。なんかあの分かりやすい、うん、なんつうんですかね、衝撃ではやっぱないですよね、はい、でもなんかずっと聴いていけるアルバムになったかな、うん、今まで僕らが出してきたアルバムの中でも一番ずっと聴いていけるアルバムで、その今まで持ってた僕らの色、いろんな色があるじゃないですか、それがより深いところに行きつつもうまく融合したアルバムかなと思いますね、うん、色で言うとすごく色がいろんな色がこう、うん、あるんですよ。すごい俺の中ではすごくカラフルに感じてるんですけど、お絵の具セットみたいな色があって、はいはいはい、でもこう遠くから見るとまだその色がこう見えたり見えなかったり、それが全体で一色に見えたりとか、うん、そういう感じですかね、うん、こう距離近さで変わるっていうんですかね、はい、感じ方が、はいはいはい、うんうん、だから散らばったパズルを最後に重ねてったけど、それまではほんとそのワンピースでしか見てなかったから、うんうん、一体それがこうどこにはまってどういうポジションになっていくのか、どういう風になっていくのかっていうのは全く想像してなかったし、うん、イメージもできてなかったんですよ、うん、でも最初にこれを受け取って聞いたら普通にね、うん、なんかうん、ちょっと涙が出ましたね、うん、言葉では言い表せないぐらいの、うんうん、難解なアルバムです。難解なアルバム、それはまあ出来上がってからじゃないですけど、はい、ミックスしてるぐらいからこうなんていうのかな、うん、聞きやすいなっていう意識がすごいありましたね。なるほど、うん、それはそれこそじゃあ曲順とかも決まってきて、作品のそのストーリーというか全体のラインが
きっちり把握できるようになったくらいからの感触として、だからこれはこの曲の雰囲気っていう状態のミックスで、そうですね、なるほどね、僕は完成式で、まあ、疲れるっていうよりも、聞きやすいって単純に思って、やっぱ、まあ、無理やり聞きにくくしようとは思ってないんですけど、結構その順番で聞いててもう聞きやすくなってきますから、入ってきやすいってことかな、だからそうこう入ってきやすい、あ、はいはいはい、なんか壁がこうあるようで、スッとなんか抜けれるみたいな、なんか自然とこう曲がこう染み込んでいきやすいような、過程がね、だけどもその聞きやすいっていうのは本当やっぱ自分たちのツボをついた作りというか、そのまんまの作りというかをしてるからこそ気持ちよくなれる。そうですね、逆に俺はそこで聞きやすくないと、多分俺は好きじゃないなと思うんですよ、自分で自分たちの曲が好きじゃなくなると思う、ただその激しいとか聞きやすいとかじゃなく、ね、曲の激しいとかじゃなくて、トータルで聞きやすいっていうのは俺の中ではすごく大事、こういうのっていうか、うまく説明できないんですけど、一般的に受けなさそうなものは好きなんやなって改めて思いましたけど。なるほど。もっと違う表現もあったかもしれないし、やれることはあったかもしれないけど、自分たちの今やれるようなことの中で、ディラン・グレンっていうものをしっかり表現はできたと思う、作業はものすごくものすごい密度だったろうし、やってる曲自体は単純ではなく複雑ですけど、ものすごく正攻法で作られたアルバム、そう、まあ一概にそうとは言えないですよね。まあ普通やんないようなこともいっぱいやってるんで、だからまあ最終的な完成はそういうふうに持っていきたかったっていうところですね、やってることは本当にすごいこといっぱいしてるんですけど、こうあのタブーなようなこととかもいっぱいしてるんで、そんな音の作り方せえへんやろみたいなことが、
一個そこに絡む方がいいんだなと動かないのがいいのがやっぱり。自体疲労度は高くなかったですか？いや、まあ疲れます。でも面白かったですけどね。その面白さっていうのは、なんだろう、例えば個人レベルでも、まあその これまでとは違ったどこかに行けちゃったような感じというか、あの足踏み入れてない領域に。行けてる実感があったりとか、そういうのを味わえてたってことですか？そうですね、そういうのもあったし、まあ単純に、やっぱ形になっていくのがまず楽しいし、そうですね、まあ普通に自分が演奏してるのも楽しかったし、もちろん思い通りにいかずそうやってこうイライラする部分もすごいありましたけど、まあでも楽しかったですね。このアルバムのそのなんとなくの曲が出揃った時に、こういう感じで作り上げる自分の中の世界っていうのがあって、それがもうそういう完成形だったんですよね。で、今まで僕反応とかもあんまり入れなかったり、なんかあんまり歌重ねたりしなかったんですけど、今までやらなかったこと全部やってて、まあでも曲作ってる段階から一曲ずつそんな感じだったんですけど、最終的には減らす段階になってたんで、ちょっとここはやっぱりいらんから減らそうかなとか、実際例えば歪み一本で、頭からケツまで通して弾くっていうことは今回もうほぼなかったんですよね。確かにね。全部そのイントロがあって、A メロでまた音が変わって、また B で違うって、もうそのポイントポイントでいっぱいあったから、だから時間もかかったんですけど、でもそのセクションごとで音作りがこう、全箇所がここであるから次はもっとこうだろうとか、そういうひねりがいっぱいできたりとか、全部の曲が似たような感じで、一曲なんかこう、決まればパンパンパンっていくっていう、スタンスもあると思うんですよ。要するに一曲正解見つけたらそれを当てはめていけば OK、ってことですね。であとはちょっと微調していけばいい、でも今回でも一曲一曲全部世界が違うんで、 そうですね、それをこうエンジニアも含めて俺らもこう切り替えていかないとダメじゃないですか。やっぱすごい時間かかると思ってたんで、案の定大変でしたね。実際その自分のパートが取り終えた後、ドラマっていうのはどういうことをして日々してるのかっていうのは結構見えないところもあるんですけど、今回その取り終えた後の、そのドラムのミックスの音作りに結構時間をかけて、それもみんなの空き時間にこうやったりしつつ、
これ仮リアンプで、ドラムが決まんないとリアンプできないっていうんで、何で寒くしてシンパンのあの沈んでるところのマッキングが入ってるような雰囲気でもいいのかも。じゃあまるまる一曲じゃん。一応ルーマンも一緒だけど、ルーマンはあ、見つけて、いや、頭だけのことになっちゃう。ドラムもだよ、これカシッとしないで、もう放し飼い状態のもう爆発だみたいな感じの でそこへこうギターも爆発して入って、今日の歌でくればディルらしいこの手のかっこいい曲になると思う。48時間とかね、うん、スタジオにずっといて48時間ぶっ通しがありましたか。最後ね、ドケツの方はミックスとかはもう家は帰れなかったですから、寝ても1時間とかずっとスタジオのソファーで音を聞きながら落ちてたりとかしましたから。その例えば1週間の7日間が多分4日間ぐらいでしたね、スタンスが多分4日間か3日間ぐらい。だからそれぐらいしかこう家帰って寝るっていうのがなかったっていう。寝るって言ってもなんかもうとりあえず一回こう家帰ってシャワー浴びてリフレッシュちょっとだけして仮眠みたいなのですけどね。48時間の日が3日間あるような1週間だったわけですね。なんかそんな感じですね。そういうことですよね。
の、B' と B'2 の間のシャウト2本あるじゃないですか、はい、それをカットで、はい、一番心配だったのが、なんかそのもともと日本語じゃないですか、2曲とも。でそれを英語でっていう、英語もこうスッと入ってくるなって。でそのもともと歌詞でどうこう伝えたいとかもないんで、その日本語である必要も別にないんですよね。ただその日本語のが俺の持ってる、もともと持ってる言葉の使い方とかそういうものは出ると思うんですけど、まあ少なくとも日本人に向けては分かりやすいかもしれない、うんうん、まあでもそれ聞きたかったらシングル聞きゃいいやんって話やし、うんうん、ただなんかそこで英語のものが入ってもそのアルバムのイメージ崩れへんかったし、うん、自分の中でも単純に新しいなって思って、うん、面白いって思ったし、それだけ頭を使って作ったものをそれこそまあこれからすぐライブにも置き換えるわけじゃないですか。これもまた結構大変な作業になるんじゃないかと思うんですけど。そう、まあまあ、今毎日練習の日々で、ただそのレコーディングであったフレーズを叩くだけならまあできると思うんですけど、叩きつつこうまあもっと飛躍していけることをどうやろうかっていうのが考えてます。実際これ作ったことによって、このアルバムが形になったことによって、うん、なんだろう、ディル・アングレイはどう変われるのか、うん、もしくはなんかやっぱ違う領域に行ける作品になったんだっていう自覚はあります？手応えは。手応えはあります。うん。うん、でも今は。正直もう音源のところにいないかな、意識がですか。うん、うん、もっと鳴らしてみたい。単純なライブな、そのライブっぽさではなくて、みんなの一体感とかそういうではなくてってことですね、うん、ではなくて、なんかすごく、ステージがあって俺らがいて、はい、客席があってみんながいてっていうことがすごく大事な光景がたくさんあるんじゃないかなっていう気がします。マスタリングでニューヨークへっていうことの重要さっていうのも分からない人には分からないと思います。これは どんな狙いというか目的があっての行為だったんでしょう。ただやってみたかったっていうだけですけどねまあ好みっすよね。好みやっぱ、うん、日本で
やって、まあそのやっぱそういうまさにそういうエンジニアが何人も日本にもいるじゃないですか、はい、まあ、その人のやってくれる感じが好きなら全然それでもいいし、でもなんかこう今までやっててあんまりこう良かったっていう感じがあんまなかったんですよ、うん、どうしてもやっぱ仕上がり聞くとなんかこう変わってしまってるっていうか、最後の最後で違ってしまったっていう感覚を味わうことが多々あった、うんうん、うん、思い望んでたものというか、あの収穫としてそのちゃんと期待してたものが得られた感じですか。あの変な言い方なんですけど、はい、変わらてない感じみたいな。ああ、なるほどなるほど、うんうん、あの本当にミックス上がったものから、はい、本当にあのドンと迫力だけ増して、うん、特にこう表立った変化はあんまり感じないんですよ、うん、だからちょっと細かく聞くとやっぱハイエンドとローエンドがちょっとこう伸びたとかそういうのはあるんですけど、あんまりこう変わらないのがいいっていうか、うん、もうそのミックスのままの感じでグンと押し上げてくれてるっていう。で前々からこのあの人にやってもらったらどうなるんかなっていうのを話してて、で一回同人グリーンを一回そのやってもらったんですよ。でいろいろそのロンドンとかもやってもらってて、でやっぱ音が違うんですよね、ニューヨークでやってもらうと。でやっぱニューヨークのそのてっちゃん戦にやってもらうっていうことになって、でもまあ直でやっぱ聞いた方がいいだろうっていうので、要するに今だとその音源をデータを送って、うんうん、Eマスタリングって言うんでしたっけ、うんうん、でもできるけれども、うん、やっぱりちょっと見届けたい的な。そうですよね、うん、だからやっぱそこで聞いて判断したかったし、まあ、それでちゃんと最後まで、はい、通して最後まで聞けたからまあ良かったですけどね、うん。アルバムタイトルのことなんですけど、これでも実際言葉自体はどんなところから思い浮かんだものなんですか。なんかまあ神秘的なもんっていうか、はい、その宗教的な匂いがしたり、ちょっとこう神的なもんだったりとか、うん、そういうニュアンスでいろいろ言葉を調べてて、でもそのウロボロスっていうのは、まあ、そういう意味も踏まえつつその無限大っていう意味があったっていうところで、はい、変な意味にこう、うん、とらわれすぎずに、うんうん、でも、アルバムの雰囲気を象徴できるかなっていう、うんうんうん、初めなんかその意味もまあそうなんですけど、その言葉の響きがすごく好きで、うんうん、最初この言葉がその みんなでその候補出し合ってる中で出てきた時、うんうん、出てきた時、こういう意味の言葉なんだってことを知らされた時、うんうん、どう感じました。今その時作ってる作品に、うん、に使わしいものだと思いましたか。いや、そことはあんまり難しいっていうところではなかったですけど、うん、まあ、むしろ俺らの今のなんていうんですかね、今のなんていうかな、象徴っていうとまたあれなんですけど、うんうんうん、アルバムの曲がどうだったからそれっていうではないんですよね、はいはい、うん、バンドの状態、うん、状態とか、むしろそっちに近い、うんうんうん、割ともう広がった感じのイメージでした、うんうん、それがじゃあこの、まあ、タイトルが出てきたのと当然アルバムがもう曲も出揃って皆さんの中で全体像の完成図の予想図ができてた頃だと思うんですけど、このアルバムを象徴する言葉としてふさわしいと、まあ、自分はそう思いますけど、うんうん、まあ、よくできた言葉だなとも思いますけどね、うんうん、それはこのアルバムに限らないと思う。ぶっちゃけ今までもこれからもずっと続くものなのかなって、自分たちの尻尾を追いかけてる感覚というのがあるってことですか、うんうん、
そうずっとこうどこの誰でもなくて結局ずっと自分らの中でずっと戦ってきたものだからそれはうんやり続ける限りずっと続くものなんじゃないかなって、うんうん、なんかその自分で自分の思考を追いかけ回さなきゃならないようなジレンマみたいなものを感じることってあるんですか堂々巡りというかね例えば、新しいものを作ろう無限大に可能性を広げていきたいとかっていうのが動機ではいながらもあなんか結局自分がしてるのは自分の尻尾をかけてるような作業だって思わされてしまうこととかそうですよねなんていうのかなでもやっぱり自分一人ってやってるもんではないし、はいうん、でも自分があのいいものを出せばみんなが生きてくるとか、うんうん、逆にみんなが何かを出してくれば自分が生かされるとかっていうそういうもんじゃないですか、はい、だから、うんまあ、メンバーにはやっぱ負けてられないというか、うん、こう。刺激を与えたいし与えてほしいっていう意味では、うん、やっぱ自分は限界まで頑張らないと思いますよね、うん、ウロボロスというタイトルに関して、うん、京さんの中ではこれはどういう言葉ですか、うん、そうですねなんかなんだろう単純にやっぱ生と死っていうところですかね、僕は。うん、で、うん、その繰り返しかな